皆さんどうもこんにちは。突然ですが、この世で最も商業的に失敗したゲームソフトと聞かれて思い浮かべるゲームは何でしょうか。莫大な赤字を出したことで日本で有名なのはドリームキャストから発売されたシェンムーでしょうか。しかしそんなシェンムーよりも大きく差をつけて失敗したゲームがこの世には存在します。それは1977年に発売された家庭用ゲーム機アタリ2600から登場したゲーム。それはかつて人々が涙し夢を抱いた有名な作品のゲームか。 So it is extraterrestrial。あの E.T. のゲームこそがゲーム史上最も最悪な商業的失敗を生んだゲームなのです。加えてその後のあたりが倒産する起因にすらなり、しばし本作がゲーム史史上最低のゲームタイトルとさえ言われるようになってしまいました。まずは知らない人にも E.T. を簡単にご説明しましょう。映画 E.T. は1982年に公開された SF 映画。10歳の主人公の少年エリオットと地球外生命体エクストラテレストリアル、つまり E.T. との種族と星を超えた絆を描いた映画。それが E.T. 制作費1000万ドルでありながら、公開すると3億ドルもの収益を叩き出し、当時では映画史上最も高い収益額を記録するほどの人気映画。日本で言えば千と千尋みたいなものでしょうか。こんな人気作品をゲーム化して売ればそりゃ儲かるに違いない。当時アメリカでは最も売れていたアタリ2600ですが、1982年頃からライバルが登場したり、年数が経っていたりとが重なり、少しずつ影を薄めていっていました。そこでアタリの親会社ワーナーコミュニケーションズの CEO スティーブ・ロス氏が E.T. のゲーム化を図るべく、スティーブン・スピルバーグ、ユニバーサル・ピクチャーズの会談に出席。結果2000万から2500万ドルでゲーム化権利を獲得。しかしアタリの CEO レイ・カサールは、馬鹿げた考えだと思うね、映画からアクションゲームを作るなんて話は聞いたことがないと考えていたようです。この時にやめておけばよかったもん。しかし準備は整った。早速 CEO はプログラマーに直接電話をします。そのプログラマーとはハワード・スコット・ウォーショー。彼はそれまでに数々のアタリゲームを開発しており、その中でもレイダス、失われたアークなどで十分な実績を積んでいたプログラマーでした。ゲーム課金を高額で買い取ったのだから、そりゃ実力のあるゲームプログラマーに頼むのは当然。なんだか大成功しそうな予感しかしない。E.T. のゲームを作ってほしいと電話を受けたウォーショー氏。話を聞いて彼はすぐにやりたいと思ったそうですが、そのゲームを完成させるまでに設けられた時間はなんと5週間のみ。Oh my god, motherfucker, holy shit! なぜそんなに短時間になってしまったのかというと、それは E.T. のゲーム加減の交渉のためにかなりの時間を費やしてしまったことが原因であり、クリスマスシーズンの発売に間に合わせるための期間がなんと5週間というとんでもない短期間になってしまったとされています。ちなみにウォーショー氏の代表作であるレイダースなどは6、7ヶ月ほどかかったことを鑑みると、5週間という期間がどれだけ短時間なのかということがわかると思います。簡単に例えてしまえば、うんこしてすっきりした後にあと20秒ですげえいい感じのうんこしてって言ってるようなもの。これは鬼畜である。その依頼を受けるにあたって、ウォーショー氏は20万ドルとハワイ旅行券を条件にオファーを受けることに。そして開発を開始すると、さすがはウォーショー、たった2日で基本的なデザインを完成し、その後5週間の間に 6.5KB のオリジナルコードを書いてゲームを完成させました。5週間で本当に完成させちゃう王将、そこに痺れる憧れる。そんなこんなで完成した E.T. かなり短時間であったものの、 E.T. 自体の映画人気やその頃の景気効果もあって、アタリ社は E.T. の売り上げにかなり期待していました。しかしアタリはどれだけゲームが売れるのか、どうやってゲームが売れるのかというマーケティングを一つもせずにそのまま出荷することに。おいバカやめろ。加えてあたりは10月のうちに小売店に対してこれから先1年間分の出荷を希望しており、その数なんと500万本。どこからそんな自信が出てくるのか恐ろしすぎるぜ。しかしそれにもちゃんとした理由が。当時のあたりはゲームの市場の8割ものの整理数を握っていたため、生産が追いつかないことがよくあった上、映画の人気もありなんとなく売れるやろと踏んでいる E.T. を大量に出荷しておこうと考えたのであります。そしてゲームはそのままなんとなく発売。ゲームの売り上げは最初は好調でした。あたりの歴代売り上げとしては歴代なんと8位であり、数としては150万本の売り上げに成功。150万本は確かに多い。近年のゲームで150万本も売れれば普通にヒット作と言えるでしょう。しかし思い出してください。 E.T. 出荷本数異例の
500万。Oh my god! Motherfucker! Holy shit! God damn! 売上数はそれなりですが、高額のライセンス料、大量の売れ残り在庫により、E.T. はあたりに大きな経済的損失を与え、そしてそのまま1983年にあたり社は他の損失などを合わせると5.36億ドルもの赤字を記録し、1984年には分割売却なんて悲しい事件、大量に売れ残ってしまった E.T. ですが、こちらはあたり社が困って試案した結果、トラック十数台分に及ぶ E.T. のカードリッジをニューメキシコ州アラモゴード、通称ビデオゲームの墓場に埋めて廃棄したとの都市伝説が語られていました。その都市伝説は長い間真偽不明でしたが、2014年4月にニューメキシコ州のアラモゴードで E.T. を掘り起こそうというプロジェクトが開始、結果本当に大量の E.T. が掘り出されてしまうという珍事が発生。その掘り起こされた E.T. は海外のオークションサイト eBay で売りに出され、売れ残りすぎで倒産までする起因の一つだった E.T. が400ドルで売れるという皮肉すぎるオチがあります。こんな悲惨でオチまである E.T. 実際のゲーム内容はどんなものかというと、なんやかんやクソゲーの内容でした。ちょっとご紹介しましょう。本作は UFO のパーツを探す謎解きアクションゲーム。グラフィックはかなり低レベルであり、肝心の主人公の E.T. は E.T. に見えない姿、また謎の首を伸ばす動作をしたり、フィールド内の穴に落ちるとひどく遅い空中浮揚で脱出しなければならず、もし E.T. が死ぬと映画の主人公エリオットとなぜか融合して復活。確かに2日間でゲームデザインしたんだなと感じさせるゲーム内容に仕上がっています。また頑張って宇宙船のパーツを集めると、本来は E.T. の仲間の宇宙船を呼んでクリアになるはずが、バグで宇宙船が来なかったり、ひどいものだとゲームデータが破損して以降プレイができなくなったりという致命的なものまで存在、まあそれ以前にゲーム自体が起動しないというものまであったといいます。その E.T. の評価はもちろん悪く、エレクトリックゲーミングモンスリー155では歴代ゲームワースト20のうち堂々のワースト1、日本でもその評価に影響があり、当時ゲームの墓場から E.T. が発掘された際には Yahoo Japan のトップニュースで史上最悪のゲーム、地中から発掘と記載されるほどに、世界共通で本作は史上最低と。こんな感じで E.T. の壮絶な開発期間から怒涛の在庫、廃棄、発掘といったストーリーのある本作、発売前は期待され、発売後に売れ残り、後世に史上最悪のゲームと言われる、こんなことを誰が予想したのでしょうか。必ずしも期待されたゲームが売れるとは限りません。というより E.T. は開発期間がまず短すぎる。ウォーショーさんはハワイの旅行中どんな気持ちでいたのでしょうか。そんなウォーショーさんのインタビュー映像などは英語ではありますが YouTube に投稿されているので、興味があったら見てみてください。今回はこんな感じでご紹介を終わりたいと思います。じゃあこの動画が良かったらチャンネル登録やグッドボタン、 Twitter や Instagram、 サブチャンネルも登録よろしくお願いします。ではキャベツでした。次の動画で会いましょう。ほなまた。ようお前ら、最後まで見てくれてありがとう。私キャベツ、お前らに頼みたいことがある。それはチャンネル登録をしてくれ。まあチャンネル登録をすると何があるのか、何がメリットがあるのかというと、お前らには特にない。ただチャンネル登録という欄に俺が動画を投稿すると最新の動画として現れてくる。結果お前らが視聴すると俺に広告収入が入る。ええことやな。だから登録してくれ。あとツイッターとインスタグラムをやっています。ツイッターでは結構頻繁にツイートはしますが、インスタグラムは全く投稿しておりません。別に俺は顔出しをしているわけではないので、投稿するネタに困ってます。なのでコメント欄でネタをください。まあとりあえずお前ら全部いろいろ登録してくれ。あとチャンネル登録した後なんか通知マークをオンにしてくれたら、俺が投稿すると君たちに通知が行くので、ぜひそこも通知をオンにしてください。よろしくお願いします。じゃあ次の動画で会いましょうか。ほなまた。